BT ホースボディ前のね内部構造、じゃーん、こんな感じなんですね。で、中にはこれ特にこだわったところ、八角形の鉛ウェイト&ラトルの役目します。で、こいつがこの特殊なルームの中で転がるんです。ボディが強くロールすることで転がる。それで、重低音の多音、ボールだとカンカンって単音になっちゃうけど、こいつ八角形なんで多音なんですね。で、これが実はこうセットしてこんな感じ、グリゴロ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 って、これがね、重低音多音のカエルに似た、カエルの鳴き声に似たサウンドを発するっていう、もう BT フォースの革新の心臓部分です。